帝国海軍に対する全国民の絶大なる感謝と感激を集めましたが、本社はさらにここに同じ空襲部隊撮影による商法を第二報として国民の前に送ります。遥かなる敵陣に目を凝らし、現しの目指す彼方に胸を躍らせる。一機また一機、母艦を離れて飛び立っていく。コロンボ上空に達するや、我が一大編隊の群れは慌てて応戦の敵機57機をたちまちにして撃墜したのを手始めに、軍事施設武装商船を徹底的に爆砕。トリンコマリ東南方洋上を駆逐艦一隻を従えて南に下る。願ってもない良い獲物、我が航空部隊は有役。戦いを挑めば吉中の巨弾は瞬時にしてこれをインド洋深く沈め去りました。ハーミス号護衛の駆逐艦もまたあえなく撃沈。海戦の戦果、撃沈せる軍艦6隻、撃破せる者5隻、飛行機200機以上を喪失せしめ、我が航機ある海戦士を花飾るとともに、アメリカをして100の巨艦より1人の大帝徳なきを断ぜしめたのであります。に当たるものであります。北上中なりとの無前に接し、大丸寺のブーゲンビル島沖航空船に夕焼き出動戦とする。我が雷撃隊の勇士、母国の後輩我らが創建にあり、生還元より期せず、敵視察の決意はそのビューにあふれる。強烈無比の我が魚雷、この魚雷が数刻の後敵艦の腹をぶち貫いたのだ。いざ行け、成功を祈る。かくして未だ戦士に見ざる大戦果を打ち立てた航空船の火蓋は切って落とされた。大
大本営発表。昭和18年12月5日15時、帝国海軍航空部隊は12月3日入国、ブーゲンビル島南方海面において敵機動部隊を固く攻撃し、大衆敵機はおびただしく撃墜された。空と海の激戦は終わった。死を恐れぬ我が艦載機は実によく戦って帰ってきた。